皆さん見てください、あのキャシーがバインディングを自分で調節してますよ。あのキャシーがついにバインディングを自分で変えてますよ。今日はこれじゃないかが強いんでね、ちゃんとスタンサーの情報を今元にね、スタンサーしてるんですね。多分最後に測ったのは11月ぐらいだと思うんですけど。今日ね、グラトリスクールのレオ君のレッスン受けるということで、はい、やっぱりあれグラトリに設定した方がいいんじゃないですか。お、じゃあちょっとどうやって見るのか、マイスタンスみたいなやつありますね。なんでバインディング変えようかっていうとね、はい、前足の方が角度が浅くて後ろ足の方が角度がねきついっていうことでね、グーフィースタンス仕様みたいな感じになってるって気づきましてね、自分であのキャッシーがあれでおかしいぞと気づきまして、これですかね、スタンダードフォワード、それあのフリーライドカービングの設定になってるんで、それをパーソナルデータ何キロですか。身長、体重、あと性別ですかね。167センチ。167センチ、体重何キロですか。そこから先は最近増加傾向に、体重80キロですか。最近増加傾向にあるんで、体重は80キロで出てくるけど、はい、実際の体重は60キロで自信が20キロ。そういう感じですね。4割を占めていますね。これをグラトリに設定するんですね。あ、そうです、グラトリでオンするとほら、はあ、変わるんだ。ニュートラルポイントダック、あ、これいいんじゃないですか。9のマイナス15、グーフィー向けなんだけど、はい、自分の本来の立ち位置、本来何もしていない状態のってことですね、うん、でもちょっと不安だから、はい、レギュラーの方にしよっか。15マイナス9にしましょう。はい、ちょっとね、幅はちょっと測れないんで。というわけでキャシーのレッスンの模様はまた後ほど動画上げます。後ほどご期待ください。